はい、どうもおはようございます。1717181です。私は現在ね、四国香川県にあります高松駅前に来ています。朝の7時半過ぎということで、まあ、普通にラッシュの時間ですかね。普通列車が到着して、まあ結構駅から出てくる人がいっぱいいますね。で、特に何を撮るとも決めてないんですけども、まあ適当にね、私が次の電車まであと50分ぐらいまであるので、まあ街並みでもね、軽く散策して来ようと思ってます。はい、四国に来るのも私は久しぶりですね。いつ以来だろう。その前だから15年ぶりぐらいですかね。ようこそ香川へ。親切な青鬼くん。はい、こちら私が今歩いているのは県道173号線だそうですね。立林公園まで2キロ。公園は普通はパークとね、訳すと思うんですけども、ガーデンということで、まあなんか、庭園、美しい庭園でもあるんですかね。で、市役所がね 0.5 キロということで、とりあえずそこだけ見て、まあ駅に戻ろうかと思います。はい、いやなんか本当人が結構多いですね。はい、ちょっと逆光ですけども、この正面にアーケードが見えますね。確か高松ってなんかアーケードの長さが日本一かなんかね、そんなのがあった気がしますけども、ちょっと今日はね寄ってる時間はないですかね。私が行くのはこっちですね。はい、駅から16分ぐらい歩いて今番町1丁目の交差点ですね。なんかそこの奥に見えてる建物が、屋上にアンテナとかいっぱい立ってるんですけども、どうやらあれが香川県庁みたいですね。はい、なんかあの下の方の見た目はね、なんか普通のマンションとかそんな感じなんで、なんかちょっと変わった、イメージなんですけどもね、どうもあれが県庁のようです。おお、これは右から読むタイプですね。うん、左のはこれ町ですかね、高松市長。はい、私がいるのは、まあ、市役所から、ここは、まあ、100メートルぐらいすぐのところなんですけども、番町交差点の近く、ここは国道11号のようですね。そちらの看板、松山158キロ、高知141キロということでね、なんか、随分思い切った表示ですよね。こう見ると、あの、2つの都市がかなり近いような気がするんですけども、まあ、実際は全く別の方角という。11号は四国の中では確か一番番号が若い国道だったと思うんですけども、どこ行ってましたかね。結局その辺もまあ私の知識不足なんですけども。で、今こちらは、この番町交差点のね、下にある、地下道ですね。ここはどうも、あの、横断歩道とかないみたいなので、まあ、地下道を通ってますけども、まあ、割とオーソドックスな形式かな、これは。なんか、結構こうなんですかね、アートがあるような感じになってますね。これは星座ですか。はい。で、駅は多分こっちで合ってますね。はい、ここに案内図がありますが、まあこうですね。はい、まあここが、メインストリートですね。あ、そしてあれ、国道30号か、そこが。ってことはここがもしかして起点なの、あれ。はい、先ほどのところから200メートルぐらい歩きましたかね。国道30号、フェリー 0.8 キロ、高松駅 0.8 キロですね。英語の方はフェリーターミナルとちゃんとなってるんですけども、まあ日本語の方はフェリーだけという。なんかね、岡山とこっちを結ぶフェリーが、なんか、廃止されるとかいう話を最近聞いた気がするんですけどもね。まだあるんですかね、フェリーが。で、正面はなんかこれ開けてますね。ね、少し行くともうビルが完全に途切れてる感じで。まあ、駅までは700メートルですね。
はい、ここがさっきもちらっと見たアーケードのところですね。はい、まあ、歩道までこの屋根がせり出していて、で、まあ、左右にアーケードが続いてますね。結構広いですね。はい、はい、この通りはね、ずっとこう歩道の真ん中に線が引かれていて、右自転車、左歩行者と分かれてるんですけど、ここは結構ね、なんかゾーニングがきっちりしてるイメージですね、これはね。まあ、自転車でね、通勤する人も結構いるんですけど、まあ、高松が、平坦だからね、自転車が多いとかそういうのもあったりするんですかね。で、今、右側、あれは電車が出るところですね。あっちは琴電ですかね。はい、これもね、まあ、4ドアなのか、この見た目で、まあ、なかなか面白い施設で、私もまあちゃんと乗りたいんですけどもねまあ本当に今回は時間がないということで、まあ琴電は前に香川に来た時は乗っているので、まあ別にいいんですけども。で、これ、まあ、この辺適当に左に行っちゃえば駅かな。まあここかこの辻かぐらいですかね。はい、こちら、正面はもうすぐ海ですね。で、今は船が出て行ったんですけども、なんか小豆島とかね、あっちの方に行く船ですかね、これは。で、横断歩道を渡りください。これを渡れっていうことですか。渡りましょう。はい、で、ここから左ですね。